まあ、ちょっと入れないかな、ちょっと入れないか、あんまりやめた方がいいですね。こんな感じで、露出合うかな、駅からもですね、江ノ島が見えたりして、こういう綺麗な駅ですね。多分これって今、露出が全然、明るさの差が非常に高いんで、ちゃんと映ってないんでしょう。ちょっと、また元に戻ります。また人も増えてきてくれたんで、またじゃあちょっと海岸の方に行ってみようかと思います。ちょうどここですね、江ノ島と藤沢じゃないよ、鎌倉と藤沢の真ん中あたりにありますね。相模湾がダンとか広がってます。でここ自体はここの場所自体は広々してるんですけども、遊泳禁止になっててですね、実は江ノ島の方に向けて離岸流って沖の方に向かう波がダーッと実は流れてるんですよ。で、昔からですね、泳ぎやすいんでよく泳ぐ人いるんですけども、結構事故が起こっているところで、すぐに沖にもう岩場になっててですね、伊勢砂の浜みたいに見えるんですけども、沖が岩場になって急に深くなって、足取られたりってよく事故が起きてるんで危ないところです。サーファーはですね、サーフィン持ってるんで大丈夫なんでしょうけども、ということでサーファーの人たちはよくここでサーフィンしてます。アイフレームって何ですか？アイフレームという、アイフレームが来ると付箋もはっきり打てる。何でしょう、アイフレームとは。風強いっすよね。普段はいつもチャリに乗るときって鎌倉方面から江ノ島方面で茅ヶ崎抜けて走ってるんですけども、今日はねあまりに風が西風の方が強いんで横着して右側の方から海岸の方にエントリーしました。でこれからまた鎌倉方面の方に抜けてきますけども、そうするともうほとんどなんかねかなり速度チャリで出してても全然風を感じないから、その分だけ風があるんやろうなっていう感じですかね。なんかもういいっすね、ここら辺広々してて
ーファーやら何やら寝転んでる人たちがいっぱいいる感じ。まあなんか海が見える家がいっぱい建ってます。まあ洗濯物どうしてるんだろうとか、そんなどうでもいいこと思ったりしますけども、洗濯物はなんか中で干してるんですかね。見晴らしだけは最高ですよね、ここら辺で。昔今真ん中にその白いなんだ建物、右側に丸いなんだ煙突じゃないけども吹き抜けがあるところ、昔あそこ喫茶店だったんですね、アスナローっていう。で私自身ここら辺の近くに通ってたりしたんで、俺自身あんまりここで飲まなかったりですけども、まあ、よくここでお茶してる人とかがいたりしましたね。さてさて、どうしましょうかね。で、今鎌倉前で本当はチャリに Xperia をくっつけて移動してみたいもんだけども、ちょっとですね危ないっていうのと交通量が多いんで片手持ちだと怖いんで、やっぱり一旦郵送を切って、もうちょっと続けますけども、一旦切って今度稲村ヶ崎まで、ここからだと10分ぐらいなのかな、かかるんで、また移動してっていうか、チャリに乗るまで集計続けますが、終わったら、また南村からやろうかと思います。でも動けるとか、iFrame の話、そうですね、フルに教えてください。そう、多分ね、そう、ミリ単位でもピクセル単位で動くと、もう圧縮がかかるっていうか、フレーム間での補正情報とかがね、必要になるから、そうですよね。で、これ、マイチャリです。じゃあ、一旦休憩止めます。10分ぐらいになります。